工学院の文学メジャーはおそらくまあこれまでされてきた読み方ではなくて本当に深い形で小説と向き合うような読み方になってくるかと思います。具体的にまあ言いますとそれは登場人物のその心理的な分析であったりまたはその小説が書かれたその時代背景そういうことについてまあ一緒に勉強していきます。さらにまあこの本学の一つのまあ特色というのが日本文学っていうところにあります。日本文学は明治以降というところから生まれていますけれどもまあそこからたどっていってさらにまあ戦後私が専門としている遠藤周作などが活躍した時代の文学に目を向けていくようになります。まあ、音楽 の, その文学メジャーの魅力っていうのが、創作表現法という授業があります。これは日本語を学びながらさらに自分で小説を書いてみるっていうような授業です。なので本当にその自分の創作の力っていうものも身につけることができます。さらに本学ではその創作以外にも例えばコミケに実際に出向いてみて、まあ、そこで自分が書いたものを出してみてそこでまあ一つのこう報告書をまとめたりするようなこともします。まあ、2つの想像力というものがあるかと思います。クリエイティビティとイマジネーションで、クリエイティビティというのはその創作活動を通してその自分 の,、まあ、その創作するスキル新しいものを作っていくスキルというものを磨いていけるかと思います。もう一つ の, その想像力イマジネーションというのは、まあ、共感力とも非常につながっていて本を読むことによってその登場人物と自分を重ね合ってそこから他者の想像力他者の共感力っていうものもアップできるかなと思っています。文学メジャーで目指せるキャリアは公務員、出版社関係、学芸員、中学校高等学校教員、司書教諭などがあります。